デルタ接続回路と Y 接続回路 Y。デルタ変換回路と三角形に接続したデルタ接続回路が等価の回路になるように変換する手法である。回路の形状がアルファベットの IT やギリシア文字のデルタに見えることからこの名前が付けられた。なお、イギリスでは Y 接続回路をスター接続回路と呼ぶ。一部の文献では Y 接続からデルタ接続への変換を y デルタ変換と定義し、逆変換を、デルタ y 変換、デルタスター変換、パイ t 変換と記載している。変換は図に示す3端子の回路で行われる。それぞれの回路の端子は同一の端子である必要がある。この変換式は、実数の場合だけでなく、複素数の場合でも成立する。一般に、y 接続回路のある端子に接続されるインピーダンス、代は、 デルタ接続回路で隣接する濃度への、インピーダンス R、ディスプラスタイル R と、R、ディスプラスタイル R から次のように表される。<3. S 1> RY イコール RRR デルタ、ディスプラスタイル R、Y イコール、フラック、RR、スム R、デルタただし、R デルタ、ディスプラスタイルスム R、デルタはデルタ接続回路のすべてのインピーダンスの和で、ある。これから知識が得られる。 ra イコール ra, b, r, a, c, a, b, a, b, c, e, ra, c, ディスプラス c e d r, a, イコールフラック r, ア p r, a, c, r, アブ r, b, c, r, a, c, r, b, イコール ra, b, r, b, c, r, a, b, r, b, c, r, b, c, displaced type, r, b, イコールフラック r, アブ r B C R アブ r B C R A C R C イコール R B C R A C R A B R B C R A C ディスプラスタイル R C イコールフラック R B C R A C R アブ r. r B C R A C 一並列接続した抵抗値を求める公式から以下の算式を導く ra, b, r, a, b, ディスプラスタイル r, a, r, b イコールフラック r, アブ r, アブ r, b, r, c イコールフラック r, b, c, r, b, c, r, c, r, a イコール r, a c, r, c, a ディスプラスタイル r, c, r, a イコールフラック r, a, c, R, カリフォルニアに、上記三式の両辺を足して、以下の式を導く。R, A, R, B, R, C イコール。R, A, B, R, B, C.R, B, C, R, a C, R, A, C.R, A, C, R, A, B, R C イコール。フラック。R, A, R, B, R, B, C, R, B, C, R, r A, c, c, R, A, C, R, A, B. R, アブ R, B, C, R, A, C3, 弦の三式との差を取ることで、インピーダンスを計算する式が導き出せる例。R, B, R, C R, B, C, R, B, C, R, A, C, R, A, b R, A, A, C, R, A, A, C, R, b C, R, b C, R, A,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  C, R, b C, R, A, C, R, A, R, A, C, R, A, R, A, C, R, A, R, R, A, C, A, R, 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 A, R, A, R, R RAC, ディスプラスタイル R,A イコールフラック R, ABR,AC, R, ABR,BCR,AC 一般に、デルタ接続回路のある端子間に接続される、インピーダンス R デルタ、ディスプラスタイル R, デルタは、以下の式で表される、R デルタイコール、RPROPPOSITE, ディスプラスタイル R, デルタイコール、フラック、RP, R、マスム、オポジットただし、R、P、イコール、R、A、R、B、R、B R C、R、C、R、A、ディスプラスタイル R、P、イコール R AR BR BR BR、R、A、R、B、R、B、R、C、R、C、R、A であり、Y 接続回路中のインピーダンスの二つの積の輪で、ある R、O、P、P、O、S、I、T、E、ディスプラスタイル R、マスム、オポジットは、R、デルタ、ディスプラスタイル R、 デルタに対抗する辺のインピーダンスである。これから知識が得られる。RAB イコール RARB、RBRCRCRARC、d i s プラス y イル R,AB イコール、フラック、RAR、BR、BR, BR、CR、CR、A、R、CRBC イコール RARB、RBRCRCRARA、display style R,BC イコール、

同等のデルタのサブグラフに置き換えることである。この変換は、グラフのエッジの数を増加させることはないが、グラフの濃度の数を増加させる。二つのグラフは、Y デルタ変換と逆変換を行い、元に戻るのであるなら、Y デルタ等価であるという。例えば、ピータースングラフは、Y デルタ等価なクラスである。ありがとうございます。